私に新しい道なんてない。私のすべてはマラソンだった。へえ、それでどうしたの？思いっきり笑ってリンクしてあげたの。本当に葵ったらもう。どうする？いつもより長く走ってみない？いいよ。どこまで？どこまででも。それより葵、そろそろへばる頃なんじゃない？何言ってんの？私の辞書にへばるなんて言葉ないんですからね。あの頃、私たちの毎日は満ち足りていた。走る時に見えるものすべてがキラキラ輝いて見えたんだ。メリークリスマス。骨董品でごめんね。でもこれは私の一番大切なもの。だから一番大切な葵にあげる。これをお守りにして二人でプロランナーになろうね、トラ。ありがとうなんて恥ずかしくて言えなかった。でもソラは十分分かってくれた。それが私たちの友情だった。でも夢を追う日々は終わってしまった。ソラの夢はあの事故で消えた。二人で走ることはもうない。かんざしちょうだい。かんざしちょうだい。藍色のかんざし。かんざしくれたらいいことする。葵の望み叶える。何ふざけてるの？私の望みなんか叶えられるわけないよ。叶える。かんざしちょうだい。私はくだらないことには関わりたくないの。空が、え？空、心配してる。葵のこと、心配してる。どうして空のこと、どうして？あなた何者なの？私、いいことしたい。空と葵に。最近全然走ってないって聞いて。本当に暗い顔だね。どうしたの？走ろう。ほら、ぼーっとしないで走るんだよ。いつものランニングコースで。やめて。ごめん、空が悪いわけじゃないのに。でも私はもう走れないんだ。ごめん。私ね、葵、悔しくて悔しくてたまらなかったんだ。もっともっと走りたかった。もっともっと夢を追いたかった。大海マラソンに出て優勝してプロになって世界中を走るランナーになって。だけどあの事故で私は私の夢のすべてを失ったんだ。悔しかった。すっごく悔しかった。ねえ葵、私は葵が羨ましいんだよ。葵にはまだ叶えられる夢があるんだよ。気持ちよかった。やっぱりこっちの世界の方が走りやすいな。
何があったか知らないけどさ、諦めないでよ、葵の夢。葵は走れるんだよ。どんなに厳しい道でも葵なら走っていけるよ。ソラ、約束だよ、もう夢を諦めたりしないって。約束するよ、私頑張るからね。よかった。こんなことのために来ちゃってさ、バカなんだから。ソラ行っちゃったね。うん、葵寂しい？ううん、ソラはいつでも私のことを見ててくれるから。あ、そうだ、本当にいいことしてくれたね。お守りがなくても私はプロを目指す。もう何があっても諦めないよ。今のは夢？ない、夢じゃなかったんだ。神様、空にもう一度お伝えください。私は絶対に諦めない。もしあなたの体がとても弱く自由に外に出られないとしたら、あなたはどう思いますか？もしあなたには友人がいなくて毎日一人で過ごしているとしたら、あなたはどう感じますか？もしあなたは一生希望もなく閉じた世界で生きなければならないとしたら、この狭い部屋の中の生活に何が起ころうとしていたんだろう。ハズキ、ハズキってば。何も聞こえない、何も聞こえない。せっかくハズキの願いを叶えようとしたのに、もう帰る。何も聞こえない。人見知り激しいの？もう3日間もおしゃべりしてくれない。葉月、寂しいの？一人ぼっちで寂しいよね。寂しくなんかないよ。嘘ついてる、葉月。本当は寂しいのに。寂しくなんかないって言ってるでしょ。誰なの？窓開けた方がいい。飴ありがとう、美味しかった。本当？もっとあげようか。うん、いいよ。そう、この前言ってたよね、願いを叶えようとしたって。うん、私が願うことは何でも叶えてくれるの？葉月が本当に願っているなら。前から聞こうと思ってたんだけど、あなたどこから来たの？このすぐ近く。ご兄弟とかいる？ご両親は？あなたも一人ぼっちなの？